せーの、ロビチャス、アイネです。マイストーリーたくさん聞いてくださって皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてヒロムも作詞しましたけど、どうですか、はい、たくさんの人がしました。みんなに僕が作詞した曲を歌ってくれたのがすごい嬉しいし、あとはこうしてたくさんの人に聞いていただけているのもとても嬉しいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、アイネでした。今回はマイストーリーをテレビ初披露します。この曲は僕高塚が作詞に初挑戦した楽曲になっています。さあさあさあ、そうめん、天ぷら食うてよ。やろうやろう。何の種類食べんだい？ヒロム何食べる？いただきます。はい、嬉しいことがあるとこんな風にね、お花が咲きます。お花が咲くんですよ。はい、お花が咲きます。ほらほらほら、これも咲いてるでしょ。咲いてる、咲いてる、うん、嬉しいんだよ。いろんな色で咲いております。この子は咲いてないよね。この子はバイト中、カフェのバイト中なので、花が咲いてないだけです。俺が嫌われてるとかやめてね。違うよ。ある方にちょっと協力してもらおうと思ってます。はい、INI のハムティー、高塚ひどむくんです。じゃあ、何ですか？よろしくお願いします。そう、ヒロムの似顔絵、こんなん何本あってもいいですからね。デッサンしてくれるとか。そう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 。30秒30秒30秒で、ありむずい、30秒でデッサンできるっていう。まあまあまあ、磨いてますから、まあ、磨いてますね。角度決めてもいいですか？はい、高塚ひろむのかのかかちが30秒ね。30秒、俺たまにね。あ、動くなって。やるけどめっちゃむずいよ。はい、それではノーバルバージョンの 20m。 ノーバルバージョン、よーい。ヒロムの記録は3秒66です。早い、はい、早い、みんな早い、早い、ね、じゃあ俺この1番の輪ゴムを足首と親指に巻きつける、まあやってみましょう。やってみましょう。はい、いや楽しみ。ちょっと見せておこう先に。うわ、こちらです。じゃあ X の形でこれで走りたいと思います。行ってきます。行ってらっしゃい。ちょっと靴履いたら行け。レッツゴー、レッツゴー。早いよ。早い、早い。おー、どうですか？これは早い、これは早い。じゃあタイム発表します。はい、お願いします。ヒロムの裏技の記録、はい、3秒62です。おっ、おっ、0.04。おー、早くなりました。すごーい、縮まった。え、どうだった、走ってみて。んー、なんか正直あんまり変わんないけど。正直でもさっきのジンと同じように俺も一回最初ズリって滑ったんだけど、お早くついたから。確かに、確かに、もっといってた人ある。もっと いけたかもね。みんな早くなってる。はい、検証本当のやつだね。みんな早くなってる。
あー、じゃあ今日は皆さんお疲れ様でしたということで、はい、ケビン JP なり、あ、ごめんおい、こんばんはー、お疲れお疲れー、イラくんお疲れー、お疲れお疲れー、イラくんお疲れお疲れゆうちゃんお疲れー、飲ませないね、マジでいっぱい食べました。食べました。いっぱい食べました。食べました。お腹いっぱいや。イムレオ、イムレオ。イムレオ。最後？お腹いっぱい。いいね。俺の可愛いはもうすぐ賞味期限。わあ！タンが絡み。タンがすごい。タンが絡みすぎて。どうぞ。須田さん。須田さんみたいな。何？何よ？俺の可愛いわ。俺の可愛いわ。もげます。テイク。俺の可愛いわ。もうすぐ賞味期限。まだまだずっとだよ。全然あと100年ぐらいいけそうでした。みんなが。いい。ちょっと赤に戻せ赤に戻せ、うるさい。あー、やるぶーん、いらっしゃー、おはようございます。今日は朝から早いですが、頑張っていきましょう。はい、はい、寂しかったら俺らの客来ていいよ。ありがとうございます。来ていいけど、マジでめっちゃ、どの部屋よりも汚い自信がある。じゃあやめとくわ。やばい、後ろ、ほんとだ、読みそうなんだよな。あ、本当だ、めっちゃ可愛い。ひなたも起こしてる。え、見ないね。暑いんだよ。暑いな、とにかくな。最近でも寝るときね、ちょっと喉に気を使って、リビングでつけてる。おー、はいはい、じゃあ、そのベッドまで。じゃあ、寝るときはつけないで寝てる。あの、遠くから来る、はいはい、あの涼しい風で、はいはい、直接エアコンで食べてる。もう、偉いね、それ。そうだよ、ヒロムも言ってた。あ、そう、あの、サーキュレーター。そう、まあまあ、あの、扇風機、うん、おしゃれに言ったサーキュレーター。へぇー、その使って、あの、送ってる風。あ、うん、Super happy to meet you all after one year. Yes. And I hope you make a wonderful memories with us today. Thank you. That's right. What's up, LA? I'm Rihito Ikezaki. I missed you so much, Keikoners. Nice to meet you. Let's have an enjoy together.Self-introduction in English. Maybe you don't need me today. もう英語みんな喋れたので私いらないんじゃないかっていう疑惑が。いやいや、めちゃくちゃ必要です。すごかったです。Thank you very much. あちらのね、あの奥にあるパネルにまず注目していただきたいなと思います。に
これ合うなって思う ID をそこから一つずつちょっと探してほしいなって思うんですけど、自分のでもいいですし誰かと協力してお互いのを見つけ合ったりしてもいいかもしれない。 So, choose an ID for each other among the members. 見えますか？見えます。あっちに行っていただいて。あ、行っていいですか？どれ？ロケティアで。 Which one?My word is hamster. Hamster. That's right. Because my looks and attitude and atmosphere and like hamster. Yeah, yeah, yeah. Yes, I think he looks like hamster. Woo! Thank you. Thank you. 오늘 공연 때 first. Wow. Yeah, that was definitely a spoiler because.There was no music. I was waiting for them to like say something. 자, 쇼 준비하러 가겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘의 암네일은 여학생! 넷! 대박! できた？できたよ。うわあ、ありがとう。やば、めっちゃいいやん。全員分の名札ができました。うわ、めっちゃ可愛い。素晴らしい。全員分の名札ができました。うわ、めっちゃ可愛い。そこのミス。でしょ？やがで。でかい。あ、全然いいっしょ。全然全然。つむぎちやんになっちゃう。つむぎちやん。確かに、力ちっちゃくなったから。もう一段階小さくしなきゃ。考えてなかった。いい感じやん。ありがとうね。ありがとう。幼稚園の先生みたいな。男の子。男の子行ったれ。うわ、めっちゃ綺麗やん。うまっ。完璧。いいね。綺麗ねヒロムが作ってくれたやつ、僕がしてますね、みんな。みんなつけてくれてるね。ちょっと伝わらないから。ポテト。おいしいポテトだよ。ポテトだよ。いいな。いいね。うまい。いいぞ。ヨエル。え、なんか天才的な絵描いてる。好きな。この子はセンスを持っているぞ。すごいね。ドラゴンだって。ドラゴン描いてるの？ドラゴン好きだって。兄ちゃんより上手いなものあるの。じゃあ兄ちゃんが描いてあげよう。今なら無料でございます。え、すごい。すごい。ドラゴンどう？兄ちゃんの。かっこいい。かっこいい？嬉しいわ。あ、俺のキャラにしよっかな。いいね。言ってたメンバーさ、そう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 、11個さ、めっちゃ可愛いよ。キャラ決めようみたいな。だからね、ステータリン。で、ヒロムは俺どうしよう。水色。俺どうしようかな。ヒロムは、まあ、これか。これも可愛かったけどね。これも可愛い。あ、それも可愛い。これ可愛くね、これめっちゃ。それ、それヒロムっぽい。これする、うん、これ。あ、それも可愛い。これ可愛くね、これめっちゃ。それ、それヒロムっぽい。これする、うん、これ。こちらのぬいぐるみはですね、はい、あの僕たちが選んだ今日のミネの誕生日の入場パス。可愛い。これどうしようかな。色もは、まあ、これか。可愛い。あ、それも可愛い。これ可愛くね、これめっちゃ。それ、それフィルムっぽい。これする、うん、これ。確かに、俺とか犬とかだね。そう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 。このジムニーの青は僕です。イエーイ、仲間だ。いいね。イエーイ。動物運搬車ヒロム。ありがとう。一斉にやるんだ。一斉にやるんだ。もううんじゃん、うんじゃん、それ。一斉にやるんじゃん、一人ずつ。かわいい。これめっちゃいいじゃん。めっちゃいい。いいよ。
やっほー、皆さんこんにちは、 INI の高塚ひろむです。今日は僕の INI メールについてお話ししたいと思います。僕のメールは大体ほぼ毎日、届きます。今回は僕のプライベートメール、略してフラメを、フラメを撮っていただくとどんな、内容のメールが来るかちょっとだけご紹介します。僕は夜になるとメール、送ることが多いんですけど、一日頑張ったあなたをいたわるような、よしよしとかちょっと照れくさいですが、そういうあなたを赤ちゃんのようにいたわる言葉をちょっとかけることができます。おすすめの音楽とかをよく勝手に送ってます。あと誰かと載せるかとか、ヒロムとの話とか、ヒロムとの話とか、そういう、日常的なことが全般です。というわけでぜひ撮ってください、僕のフラメ。バイバイ。6番作った人、僕です。僕が作ったのはヒロムです。ポイントは口周り。あ、ハムスター作りたかったけど、ちょっとなんかあれハムスターの歯を、ちょっと誇張して。なるほど、はい、髪色もオレンジっぽい。なるほど、もうオレンジっぽい。皆さんこんにちは、ロビータスアイナです。僕たち INI が9月25日発売、ローリングストーンジャパン最新号の表紙を飾らせていただきます。ありがとうございます。はい、今回照明とか衣装もすごく大人っぽくて、みんなかっこよく撮っていただいたんじゃないかなと思います。10月11日発売の僕たちの最新シングルタグミーも合わせてぜひチェックしてみてください。以上、INI でした。スマホショルダー、今流行ってますよね、スマホショルダー。でもなんかね、してる人よく見るよね。見るね。ヒロムとかもめっちゃしてるよね。してるよね。ヒロムしててなくすからね。ヒロムさ、するからさ、買ってさ、AirPods もさ、スマホももうなんか引っ掛けてるのにさ、それごとどっか行って、なんかマネージャーに持ってきてもらって、ね。恩人です。恩人です。言うてるの昨日見た。俺も見たから。見た、俺も見た。ああ、恩人です。ありがとうございます。昨日ね、引っ掛けて、忘れっぽいんだね、ヒロム。今ね。ね、それつけちゃっても忘れちゃうんでございます。でも結構いいな。時が来たってどうにもなんないぜ。会いないは感情なんてラドリーで落とすだけ。私と確かめ合ってイエロー間違い。最高やったな、マジで。